真昼、帰ってくれないか。どうかしましたか？何か用事が？いや、用事があるわけじゃないんだけどさ、なんというか体調悪くなりそうな気配がするというか、寝てたら多分治ると思うからゆっくりしようかと思って。なるほど、季節の変わり目ですから体調を崩してもおかしくありませんね。早め早めの対処は良いことです。先に私を頼ってくれたらもっといいんですけどね。別に寝てたら治ると思うぞ。それはそうですけど、そんなことを言われて心配しないとでも？じゃあ言わない方が良かったな。そういうこと言う。迷惑でしたか？いや、迷惑とかじゃないけど、真昼の時間を奪ったり手間をかけさせたりするのも悪いから。